スイングが定まらない人。クラブフェースの向きをもう一度確認してみよう。皆さんこんばんは、原田修平です。クラブフェースの向き、今日はね、スイングの悩みはだいたいこのクラブの面、ここにだいたい起因していることが多いので、ここについてちょっとお話ししたいと思うんですけども、今日はテイクバックからトップ、ここら辺のクラブフェースの向きについてお話ししたいと思います。これが分かると、安定したスイングが手に入ります。この面がどこを向いているのか皆さん分かってない人が多いんですよね。どういうことかっていうと、じゃあちょっとやってみますよ。トップの位置、この時ですね。この時のクラブフェースの向きがどこ向いてるか、今どこ向いてます、これ上です。そう、上を向いてるんですよ。で、これ上って自分から見てクラブフェース見て、こっからこうでしょ。フェースが開いてる、閉じてる、どっち？そうなんだよ、開いて感じるんだよね。これが嫌なんだよ、皆さん。すごい開いて感じる。開いてますよね、はい、だけどゴルフクラブってずーっと見てて、こうこれ今面に対してコントロールしていくと上向くでしょ。だからいいんで、これは開いてないんだよね。なんだけど開くっていう表現になっちゃうっていうのは、なんでかっていうと、まず2つあるって、1つ目はこうなって上向いてるんだと。こうやって上向いてる、違うか、わかりません。こうやってやっちゃダメ。たら、あ、ちょっと、でもこう上向いたらちゃんと当たるんですね。これがまず勘違いだから、気持ち悪い人はクラブフェースの開き方っていうのかな、向き方をちゃんと考えればすぐ解決するんですね。これはね、ちゃんとクラブをこうやって短く持ってバックスイングして、こういうふうに、こういうふうにバックスイングすればクラブフェースの向きをコントロールしていることになるから、まあ、それでもちょっとこっち、それでも開くからね、安定してきます、ね、こういう感じで。そうするとフェースが上向いててもいいんだよってこと、これをまず勘違いしないでください。そうすればフェースは上向いてても全然、OK。 こんな感じですね。もう一回、こんな感じ。一つ目なんだけれども、もう一個ね、このフェースがこうなることを嫌がる人っていっぱいいるんですよ。どういうスイングかっていうと、こういう人、こういう風にしたい、つまりね、こうなると怖いんですよ。なんか面がこっち向いてる感覚、こうしたくない。で、そうするとこの左手首がこういう風に折れてくんですね。で、折れるとどうなるかっていうと、クラブの面がこういう方向に、こういうふうになる。ちょっと見てて、こういうふうに開くの。だから手首が折れるとこのフェースがこういうふうに上向くんですよ。そう、クラブフェースがこう折れることによってこういうふうに上向くのね。こうなるとどうなるか分かります？ボールが飛ばないんですよね。だから不安定になってくるね。要するに縦の距離が合わなくなってくるんですよ。さっきはフェース開くって言ってこっちに開きましたね。こっちだけはこういう開きになってた。そうすると右に行く、そういう不安定。あともう一個はこっち側の手首がこう折れる人は、もう一つですね、ボールが飛ばなすぎて縦の距離が合わなくて不安定になるっていうことですよね。だからこういうスイングも結構まずい、ここが折れちゃう。なのでちゃんと安定させて、クラブフェースの向きはここをまっすぐにすることによって、ここのフェースの面を安定させていくってことが結構大切になってくる。どちらのスイングにも、こ
こうやって開く人にも、こうやって手首が折れる人にも一番合う練習方法は、ここにちょっと手首右手でこういうふうに掴んで素振り。そうするとここでしっかりとある程度安定させます、ね、で素振りをしてください。で細くこれでやるとちょうどフェースの面が安定しますから、折れたりとかこうなったりしない、ね、安定しますんで、これで何回も素振りしてください。そしてもう一つね、ポイント、補足として覚えてほしいのが、左手がこういうふうにストロンググリップ折れてる人ね、こういうタイプはちょっと折れていいですからね、ここね、これこういうストロンググリップなのにこうやってやっちゃうとクラブフェースめっちゃかぶっちゃうから、ね、中にはいるよ、これでまっすぐ飛ぶ人もね。だけど基本的にはこうなってるんであれば、ここは折れた方がいいし、グリップがこういうふうにあまりこっち側に伏せてないように握ってる人の場合は、ここは逆に言うと絶対にまっすぐじゃなきゃいけないなと僕は思いますから、このグリップによっても変わってきますよってことは覚えておいてください。あと、確認ドリルね、もう一回やってみます。短く持って、ね、このようにで、バックスイングトップ、ここですね、ここが大切ですよ。で、この時にここら辺、こう見えたりってこと、こウィーン、ダメだで、ウィーンということで、こういうふうに短く持ってクラブフェースの向きを確認してください。こうなったり手首が折れたりしないように気をつけるね。じゃあ実際打ってみますよ。まあ2チェック、こことここだね、2つチェックだね、12チェックして、じゃあ実際打ってみます。はい、ということで、今日はですね、クラブフェースの向き、ここを安定させることによってスイングを安定させるっていう、そういうお話をしてみました。ぜひともこの勘違いね、クラブフェースの開きとかこういう風になってるとか、そういうのをトップですごく、気にした方がいいです。ここら辺は気にするともっとゴルフが安定してくるんで、そこら辺を意識してみてください。ということで、この、レッスンチャンネルはですね、私のレッスンノウハウを全て公開しているチャンネルなんで、ぜひとも、ね、見逃したくない方はチャンネル登録と、このレッスンについてのコメント、感想を聞かせてください。それについて私また勉強して動画を配信していきます。あと高評価もお願いします。あとオンラインサロンではね、遠隔でレッスンやってるんで、ぜひともですね、僕がのサポートを受けたいという方、ぜひとも参加してみてください。僕は最後まで徹底的にねサポートしていきますから、よろしくお願いします。それでは動画をお願いします。さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。